XCH-62HLH ボーイングバートル XCH-62 ボーイングバ b a r XCH-62 はアメリカ合衆国のボーイングバートル社で設計された3発ターボシャフトエンジンの輸送ヘリコプターである。1971年に開発計画が承認され、1974年にキャンセルされるまで1機のみが製作された。 アメリカ航空宇宙局の企画により開発計画は一旦復活したが、1983年に、とんざした。CH-47 チヌークは、米国の標準からすると、大型のヘリコプターであったが、そのペイロード2万8000ポンドという値は、ソビエト連邦のミルミ -26 や、実験機のミルミ -12 といった巨大、クレーンヘリコプターの前では色褪せたものであり、 ボーイング社とアメリカ軍部はミル製大型ヘリコプターに匹敵あるいは量がする機体を持つことを絶望していた。1960年代終わりにボーイング社は CH-46C 内と CH-47 チヌークと広範囲な類似点を持つが寸法的にはチヌークの約2倍の大きさの機体の設計を暗出した。 提案された機体には輸送機型のモデル227とクレーン機型のモデル237があった。1973年に10クレーンヘリコプターの試作機として陸軍からの契約を受注するとボーイング車はローター直径28メートル、胴体長27.2メートル、全長49.5メートルの特大サイズのクレーンヘリコプター XCH-62、 の製作に移った。降着装置の間は大きく空間が取られていたために、走行車両のような大重量貨物の上にまたがることができ、その細い胴体内に12名の兵員も登場させることができた。ボーイング社は民間向けにモデル301を販売することも考えていた。この機体は、 九州馬力 17,700SHP のギアボックスにつながった出力 8079SHP のアリソン XT701 から700ターボシャフトエンジンを3機搭載していた。XCH-62 の試作機は1976年に計画された初飛行を目指して1975年に先行組み立てを開始された。リム部の曲げ効果を考慮しない。 分析手法を採用したためテスト中に、主トランスミッションのベベルギアに不具合を生じた。これを受けて強化された新しいベベルギアが設計されて取り付けられた。ギアにかかる荷重をより正確に予測するために、広範囲な有限要素法が開発された。米陸軍の XCH-62HLH の後部ローターに使用するトランスミッションは、最終的に、 最大設計値のトルクと速度でのテストを終了したが、アメリカ合衆国議会は1975年8月にこの計画の予算を削除した。ミルミ -26 の設計者たちは同様の問題を回避するために、シュローターのトランスミッションにスプリットトルク方式を採用していた。XCH-62 の未完成の試作機は、アラバマ州、ホートラッカー基地内のアメリカ陸軍、 航空博物館にしまい込まれたが、1980年代半ばに、米陸軍、アメリカ航空宇宙局、国防高等研究計画局が共同して、実験飛行を実施するために、反完成状態の機体を完成させるために、保管所から引っ張り出してきた。しかし、米議会が予算を削減したためにこれは、実現しなかった。 西側諸国で製作された中で最大のヘリコプターである XCH-62 の試作機は2005年に廃棄処分にされるまでアメリカ陸軍航空博物館で展示され2008年に数点の部品が展示用にイギリスのウェストン・スーパーメアにあるウェストンヘリコプター博物館へ送られた3面図データフロムアメリカズヘビーリフトヘリコプターこの記事には パブリックドメインであるグレッグ・ゲーベル S ベクターサイトの本文を含むありがとうございます。